どうもこんにちは、リュウボンです、ドラッグオンドラグンでいっちゃう。ドラゴンズドグマ、オンラインね、続きやっていきます。チュートリアル。このゲームの説明はオプションから、確認できるので、そうだな。わからなくなったらスタートボタン、オプションボタン押してね。っていうね、ことだ。メインクエストはここに行けばいいよと。ということは、やっぱこっちだな。下から合ってる。上から。白竜神殿レーゼ。すべてのプレイヤーにとって冒険の起点となる。やっぱそうだな。各社としての任務を受ける場所は、謁見の間となります。行こうぜ。行くからもうポン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 、やかましいぜ、ほんと。まあいいや。俺もすぐね、いろいろ見ちゃうので、よし、あそこか。これこのままいけない。おお、オッケーオッケー。たまにね、あの街の中でも死ぬっていうゲームがあるからさ、チャットはゲームプレイ中に他のプレイヤーとコミュニケーションを取るためのツールだよ。表示させる情報はフィルタリングできる。はい、これさ、あれだね、あのウィンドウ消せないんだね。まあいいか、別にね、そんな問題でもねえし。おお、広い。そして白竜がおるやん。すごい。レオさん、なんか言いかけたけど。ここにいる顔ぶれを覚えておけ。レスタニアを動かす重要人物たちだ。偉い人たち。レオ、イリス。グーでバイバイする。ちょっと変わった子ね。ミシア。ジョセフ。ジョゼフ。いや。これもちょっと変わった。ちょっとそういう文化みたいだね。この世界は。グーでバイバイっていうね。ゲルド。強そうだ。レオ、自分で言うかな。イリス、自覚もなく俺の右腕でいられると思うな。地位が欲しくてここにいるわけじゃないんだけど。さあさあ、揉め事は外でな。多くども巻き添えにしてやるぜ。一匹でもな。早く暴れたいんだけど、俺ものすごい暴れたいんだけど。ちょっとあの、早くクエストくれ。今さら自己紹介でもないが、俺は各社の統率まとめ役のレオだ。俺が重要だと考えている各社の務めは2つ。1つは石化した白竜の回復を助け、完全なる復活への後押しをすること。死んだわけではない。あ、動いてるね。ちょっと後で見に行こう。心臓を捧げた俺たちとその心臓を預かる白竜は一心同体だ。白竜が力をも取り戻せば、俺たち各社の力も増す。もちろんその逆もしかり。加えて白竜はこのレスタニアの大使とも深くつながっていると。つまり、レスタニアと人々の未来は我々の草原にかかっているというわけだ。長いな話。もう一つは、砦となって、盾として戦うと。守るぞってことだな。このところ、多くの者の勢いが増してるので、配送を重ねて、ここまでグリッテン砦の侵入まで許してしまった。さっきだね、制圧したとこだな。前回か。この厳しい季節の到来に合わせるように、意味を考え、このね、各社になって意味を考えろと。頑張れってことだ。わかった。誇り叩き、誇り高くいるよ。ちょっとね、ミシェルの前にね、すげえな。お、生きてんの。伝説とかじゃないんだね。で、ここまで近づいても怒られないんだね。やすやす、なんか、安っぽく触るんじゃねえとか。ちょっと話しかけてみようか。
ミシェル。グリッテントリディからのお帰りですね。初陣、お疲れ様でした。ここで改めてお話したいことがあります。手短にお願いします。白龍様がここにいらっしゃる経緯と、知ってる。残されていたのは、そうだね。幾人もの、異例なことだが、幾人もの、各社を担当ね。全身の石化が始まったのはその後。なるほど。今では時折目覚めては各社を生み出すと。まあね、各社イコール、このゲームをやってる人の人数というふうに考えれば、わかりやすいんじゃないでしょうか。竜力の減退で、野山の活力までもが弱まりと。で、多く魔物が力つけちゃってるよと。ね、俺ら各社は年を、ね、時の流れから解放されて終えることはない。でも忘れないでください。時は、他のね、世界はちゃんと時が流れてんだよ。ぜひ力を貸してください。わかった！アップデート。ハグリに話しかける。各社よ、我に心臓を捧げし者よ、我が力は失われ、動くこともままならぬ。我が命の行く末をお前たちに預けよう。このレスタニアを守ってくれ。己が目で全てを見るのだ。よし、オッケー。レベルが2になったよ。ファビオの元に向かう。レオが×って書いてあるけど、まあいいや。各社であるあなたは戦闘やクエストクリアで経験値を得てレベルアップするぞと。こんな感じで筋力、魔力、ステータス以上、ステータスの上昇、装備できるアイテムの増加、ジョブポイントの獲得、新たなスキルアビリティの習得そう。で、なおレベルはジョブ別に上昇しますということなので、ちょっと待って、どういうこと？あ、そうだね。今俺はファイターでレベル2になったけど、後で、プリストとかね、なんか、ハンターとかになったらまたレベル1に戻ってるよ、ということだな。まあ、やりがいはある。で、これ×になってんのは何で？話しかけられないってこと？ジョブのいずれかがジョブレベル2、以前ジョブのいずれかがジョブレベル2以上。じゃあちょっと後だな、こいつは。わかった。またしばらく。よっ！元気な飛び降り方。お前か。よっ！忘れたか？ファビオだよ、ファビオ。謁見の間はどうだった？独特の雰囲気だろ。気遅れしないためにはなるべく早く一人前の各社になる必要がある。そのためのちょっとしたコツを教えてやろう。まず街を歩き回って他人の話をよく聞くんだ。特に北東にある宿泊の宿屋、そこにいるアーチボルトとエンテ、この二人には必ず会っておけ。戦闘での動き方や戦技スキルの習得、そして転職など有益な話をしてくれるはずだ。アーチボルトとエンテ、忘れるなよ。覚えた。ああ、そうだ。今から宿泊へ行って二人に会ってくるといい。まず顔を覚えてもらうんだな。それが終わったら
また話そう。ここで待ってるよ。よし。優先クエスト。パーソナルクエストってなんだ？緑のアイコンのやつはパーソナルクエストだよ。レスタニアの世界を知り深めることができる優先度の高いクエスト。これを受注したら優先クエストに設定してみましょう。どうやってやるの？目的地が離れている場合でも、アシスト表示ね。はい。オプションでゲームメニューをやってからクエストのクエストログから行うと。最大3つまでできる。あ、そういえばこれはもうあったな、そんなの。これだな、クエストログで。これを。あ、なるほど。もうされてんだ。地図で確認。優先解除。で、今もう優先になってるので、こっちだな。どこだ？どっちに行けばいいんだ？迷うな。よっ！あ、宿泊。うん、ロード早くていいね。まあ、実際ロードはないんだろうね、おそらく。ヤッホー！いいね。うーわるー！いや、楽しすぎる。いた。よう。ちょっと元気良すぎだな。はい。アーチボルト。俺は白衛騎士団のアーチボルトだ。戦技、スキルの習得や、何これ、付け替え転身？習得や付け替え、転職の補佐をしている。強くなるのにはどうしたらよいか。それは至ってシンプルだ。よく聞け。敵と戦い、己を鍛え、クエストに取り組め。その経験から得たジョブポイントを使い、新たな戦技、つまりスキルアビリティを獲得できるというわけだ。スキルアビリティに関しても簡単に説明をしておいては方が良さそうだな。スキルとは、すなわちジョブ固有の技、特にカスタムスキルという様々な技を習得することで、お前の身こなしや戦いの幅は大きく広がるだろう。次に、アビリティとは能力を引き出す心得。職により獲得できるアビリティは異なるが、どの職であろうと生かすことができるぞ。まあ何事もやってみることだ。実際にカスタムスキルをセットしていけ。俺に話しかけて、転職、戦技の付け替えからスキルオフと選び直してみるわ。オッケー。これが。スキルがいいな。一戦好き。待って。これカスタムスキルね。で、あ、俺はまだこれ。一戦好きが前方にダッシュ しながら、鋭い突き攻撃を放つ。突進距離に応じて威力が上昇と。こっちにしようかな。あ、全然ないんだね。なんだよ、さっきの回転切りがすごい。これこれこれ、ジョブレベル25で覚えんだって。しんど。これは足元から。ああ、これ昇竜拳的なね。昇竜拳がこっちの方がしっくりくるな。こっちにしよう。オッケー。もう一回。おお、各社よ。戦技の習得。あれ？さっき言ったやん。あ、クエスト情報ってあんのか。わかんねえ。はい、よし、それでいい。カスタムスキルを身につけることができたようだな。まあでもこんな感じであれか、人に話しかけることを目的とした、クエストの場合は今みたいに1個選択肢が増えてるってことね。いや、まあいいけど、はい。はい、あとは、まあ、いつでも転職できるよ。頑張ってね、と。オッケー。あれ？まだいるな。あ、お前か。パーティープレイ不可。レベル1以上。お、試練だって。やったね。よし。じゃあ、試練をしに行くぞ。どこに行けばいいのだね。一つが、試練が2。
支援先行きたい。っていうかもう早く戦いてんだよ俺は。いつまでもねベラベラと。よいしょ。じゃあどうしようかな。ちょっとその場所まで一気に行ってみようか。オッケー。これか。はい、世界の探索。世界は大きく地域別にエリア区分されているよ。平原、海岸、森林など名前がついてるから、名前がついてるよと。で、目的地とか現在地がどのエリアかはオプションボタンの、ワップから確認できるので見てね。またエリアごとに受注できるクエストや店舗の品揃え、いろいろ違うのでどんどん見ていこうぜという話だ。よし、じゃあ試練を。いるぜ敵が。やっほーい、お前らー、よっオーケー、楽しすぎる。もう一匹いんだよな。まだね、全然技がないのでこんな戦い方しかできんが、まあ一応ねスキルを組み込んでるだけ偉いというこっちゃ。どこだ、あそこ、あそこ明るいよな。あれ明らかに敵だよな。敵にしてはでも偉い。ちょっと待ってね、もっと手前からいるような気がするんだよ。よっ、おお、いいね。オッケー、待って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 、オッケー。スキルで殺すと気持ちいいぜ。戦うべき敵、レスタニアには各社や住民に襲い来る多くの敵が徘徊してるぞ。やて、いや、夜とか雨の時だけ登場するとかいるので、まあその対象の敵を討伐するのが目標の目的のクエストとかは、ちょっとその辺を気をつけないといけないな。いつまでもねブラブラしても見つからないっていう。でレベルが高いほど強力、まあ当たり前だな。敵を倒すとレベルアップに必要なエクスペリエンスがもらえるぞ。うん、分かった。まあまあ普通にゲームやってれば分かるよっていう内容だな。あとはどんだけこういったところに本当に本当アイテムないんだろうな。俺ドラゴンズドグマすげえアイテムあった記憶があるんだけど、うん、いるね。どこだ、いた、見つかっちゃったね。あれすげえいっぱいいんな。蜂だ。あ、3回で転んじゃうのか。おお、激しい。アイテムも特にはオッケー。いいね、次の敵に飛びかかるときにちょうどいいかもしれない。よし行こう。何？届かんと。よし、オッケー。ああ。おお、怖。オッケー、楽しいんだけど。あ、出たアイテム。こうやって出るんだね。ちょっと今ちゃんと見えなかったけど。だから敵倒した後ちゃんと見ないとダメだ。ロストしちゃうよアイテム。やっぱりこのゲームやべえぞ、すげえ楽しいぞ。ちょっとダメだよちゃんと目的のね、クエストをこなさないと。しかもね俺気が楽なのが、家庭用ゲームとはちょっと違ってさ、ストーリー多分そんなに重要視しなくていいから、まあまあこんな感じで強くなりました、このミッション行ってきますみたいな感じで、スポットスポットでねできると思うのよ配信を。だからね普段はこう生放送とかで、もちろん生放送じゃなくてもねやって、で、あ、ここやろうかなって時だけこう録画するみたいな、
すごい素敵だと思う、それは。よし、オッケー、崖の上に登れと。お、いきなり、ちょっと待ってね。今俺普通にピョーンって飛び乗ったけど、あ、やっぱいいんだそれで。あ、ジャンプして登る方が早いとかそういうのはなさそうだ。うん、わかった。いる？いた。おい、なんでこんなマリオみたいな戦い方をせなあかんのじゃ。おい、オッケー、クライミング。あ、待って、アイテムが。虫毒液。敵はもういない、パッと見いないね。オッケー。あ、クライミングのチュートリアルが一応ちょっと見とくわ。はい、クライミング。野外には登ることができる場所があるぞ。はしごツタに覆われた、岩壁、巨大な樹木など見つけたら登ってみましょう。ただし高所落下ダメージには注意が必要だよ。了解。あ、ここか。うー、楽しそう。あれ、レベル3で書いてあるけど、これレベル2だよ。ちょっと強くしていくか。寝てるな。寝込みを襲うことは可能かな。よし、ゴブリンリーダーが強い。 OK。 うー、くそ、こっち。 OK。 ちょっとカメラが逆。 OK、なるほど。オッケーオッケー、取る取る取る。なんか牙もらった。もう一匹は特にはアイテムは落としていない。レベル上がんねえな、なかなか。あ、ネクスト3って書いてある。あと一匹でも倒せばアイテムの入手。あー、さっきのね、だいぶ遅いね、言ってくんのは。それを今言ってくるってことは何？これ見落としてるってこと？とは思えないけど。そして、今の、少なくとも今の俺の状態では忍び寄って吸収っていうことはできないみたいだな。だから寝てたらもう突っ込んで走ってでボコボコにするっていう手段の方が良さそう。レベルアップすんぞこれら。オラ、レベルアップ。よし、初めて自分の力でレベルアップしたぞ。ちょっと、オッケー。今音がしたな。やっぱりね、敵が物を落とすと音を出すね。今音したけど。はい、気のせいでした。うん、ハーブ。まあこういう収集系俺も大好きなんで、俺多分倉庫の拡張とか普通に俺課金すると思うよ、必要だったら。やべえ、マジで楽しい、終わんねえよこれ。どうしよう。まあとりあえずでも今回はレベルアップと、オークソウルじゃレベル11。あ、ちょ逃げまずいまずいまずい、死んじゃう。あれはね、ちょっと勝てないタイプのやつ。はい、レベル3修練の、なんていうんだっけこれ、読み方。ほこら？よし。ウィルソン。各社とは試練に臆することなく立ち向かい、その使命を全うする者のことだ。与えられた試練を全てこなせた者のみ、盾、じゃあ、何これ？ガントンの証？ガントン？各試練のやり方について分からなければ今までいた知識を確認しながら挑め。つまりチュートリアルを見直せようっていうね。ググレカスみたいな。そんなこと言ってくるこの人。パパに言いつけてやる。うお、びっくりした。
もう一匹いるね。あ、お、味方いんのかい。甘いよ、お前。オッケー。おい。何？カウンター？何匹対象に？あ、待って、なんか書いてある。やべやべやべ。敵ガード中に切り崩しを成功せよ。ちょっと待ってね。俺んとこ来る？よし。こっち行ったな。こっちには来ないな。うわー、ちょ、マジか。ちょ、切り崩しを。あったあった。三角ね。オッケー。わかった。オッケー？違うな。後ろからやっちゃったね、今。竹があっち。あとローリングってのはちょっと、うん、切り崩しね。なるほどね。よし、おら、縦で敵の攻撃をガードせよ。よし、オッケー。最新部のゴブリオンを、ゴブリンを食滅せよ。果たして俺が今まで倒しまくってたゴブリンの経験値は入ってないんだろうな、きっと。ファイターの戦術的役割、タンクとか言わないでね。ファイターはあらゆる戦闘画面場面で汎用的に立ち回ることができるけれども、とりわけ近接に、優れてるよ。接近して盾で悲しながら、武器をね、敵の攻撃をかわしながら的確に攻撃することが基本。盾はカウンター攻撃の起点として使ったり、仲間を高所に跳ね上げるやつね、さっきの。敵からの属性攻撃には仲間のサポートが。魔法耐性には弱いのが弱点と。魔法使い要注意。了解。さて、雑魚を倒しに行くとするか。まったく、どこだこれ。なんか、だけどね、なんかね、ないの本当に。本当に今後俺一切探索しないよこれ。本当にないんだったらあるかもしれないみたいな。 2% ぐらいの確率でドロップしますとかいう話だったら、ちょっと嫌がらせとにしか思えない。よし、やっつけてやるわお前ら。おいし、あの野郎ケツペンペンしやがった。お前許さんぞ。うー、ちょっとターゲットを変えらんないのか、瞬時に。あれ、意外と射程範囲が、射程、攻撃範囲がね。おお、なんだそれ、どこ行ってんだよ。ただ今の使い方ができるっていうのはかなり大きい。おら、おお、気持ちいい。あ、違う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 、方向機を入れればいいんだね、これ。もういいよ。はい、オッケー。これをゲットしておしまいだ。調べる。はい、白竜の連天に報告。多分入り口にいるやつだよな。とりあえずあそこまで行こう。違うな、こいつウィルソンだ。無視していいらしい。そして一生お前と会うことはない。さようなら。オッケー。今ね、完全に録画のことを完全に忘れて無言で話しかけてしまったが、はい、これでミッションクリア。クエストって言った方がいいな。なんかまだあるみたいだけど、これはパーティープレイ負荷、ファイターのジョブレベル1以上、戦闘の基本の、あ、これあれだね、受注だって。またあるんだ、いいね。まあこんな感じで、ちょくちょくでやっていきます。まあ今回はね、ちょっとオチが必要だったので、最後のクエストまでやりました。はい、そんな感じで今回はこれでおしまいとなります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またな。